レブロンとの初対面でコービーがレブロンに話した言葉。全米から優れた高校生を集めてバスケットボールキャンプが行われたんですね。その際にコービーがレブロンに対して1対1で話した場面があったそうなんですけど、その時に努力し続けなければならない、偉大なプレイヤーになりたかったら努力に変わるものはないよっていうことをレブロンにコービーは話したそうなんですよ。その時からレブロンはもうコービーに対してはすごい憧れを持ち出したそうですね。で、かつてのマイケル・ジョーダンに憧れたコービー・ブライアントのようにそのレガシーは引き継がれ、コービーからレブロンにそう引き継がれていったんですね。